ふう、今のは宝物の番人か。シンダル族が残した遺跡の一部とでも言うのかな。でもやっつけちゃったからもう大丈夫大丈夫。何があるんだ宝とは。これが宝物の、やっと。え、なになになに、ねえねえ、私にもちょっと見せてよ。本当だ、一番後ろだ。これで、これでヒルダにいい服も買ってやれるし、ピートにうまいものを食わせてやれる。ねえねえねえ、早く開けようよ。よし、開けるぞ。何？何入ってたの？これは。え、何何何、見えないよ。薬草を見つけた。これは、これはアレックスさんかわいそうだわ。普通に薬草かよ。なんだこりゃ。何が大切なものだよ。もったいつけやがって、チキショー。今度こそって思ったのに。まあおそらくだけど、そのシンダル族昔だからね、多分。だから薬草っていうのは誰かの命を守るのにすごく大切なものだったんじゃないと俺は推察するけど。アレックスさん、宝物諦めて戻りましょう。多分そんなものは最初からなかったんですよ。そうだよ、元気だそうよ。ヒルダさんも帰りを待ちわびてるよ。まあそうだな。まあ話の種ぐらいにはなるか。もしかしたらすごい薬草かもしれない。行こうよキャップ。もうちょっと探そう。もしかしたら諦めてねえな。俺が一番宝物欲しがってんじゃん。まあ帰るか。よし出発。大切なものは俺たちの胸の中に。そういうことだろうな。行ける場所も行ったから、もう何もないと思うんだよね。さあ帰りやしょうや。チェ、ヒルダにあんなこと言ったのに手に入ったのに薬草一束か。これじゃかっこ悪くて帰れないな。ちょっとちょっとちょっと、ヒルダ怒ってるだろうな。大丈夫大丈夫、そんなことないよ。さあ帰りましょう。まあ、ヒルダさん、アレックスさんの体のことというかね、心配してたから。無事に帰れただけすごい喜ぶんじゃない。あと宝探しはちゃんと手伝ったんだから約束忘れないでね。そうそう、ミューズ市内に俺入りたいんだよ。あ、ああ。いや、なんか絶対あるでしょ。あ、これ。後でまた見に来ようか。確実に何かある。ジャックと豆の木みたいに育つんじゃねえの。ヒルダ、今戻ったよ。あ、ピリカ。あ、そうだ、ピリカ。あ、え？あれ？ヒルダさんどうしたの？お母さんが、お母さんが、これ薬草取りって。どうした、ピート？ヒルダ！どうしたの？ヒルダさん。ヒルダ、おい、ヒルダ、どうした？ちょっとどいて。早くベッドの用意をして。アレックスさんはヒルダさんを運んでちょうだい。キャップは水を汲んできて。ジョイはお医者さんを呼びに行って。早く。ナナミすごいじゃん。医者というか知識あんの？わかった。状況が飲み込めてなかったの今。さあ早くベッドに運んで。ナナミ頼りになるじゃん。すごい。ヒルダは大丈夫なのか。ひどい熱、こんなの初めて見たわ。疲れの溜まりすぎよ。それで熱が下がらないと。お母さん、ジョイはまだかしら。早く。いや、この近くに医者はいないんだ。いつもならトトの村に行くんだが。畜生、なんで。一体どうしたら。薬草があるだろ、お前ら。
アレックス、お前が捨てた薬草があるだろうが、バカタレが。なんとか族の、腐ってもなんとか族の秘宝なんだから、必ず役に立つはず。てか持ってればよかったのに、捨てることないのに。食べられたりしてねえよな。これだろう絶対。この薬草でヒルダさんを救おう。いや、よくしてもらったしさ、そんな死なれたら困る。どこに行ってたのキャップ？え、なになに、薬草？そっか、あの時の薬草ね。これをすりつぶしてどうのこうのみたいに。薬草？あの時ってまさか遺跡の薬草か？そんなものが効くのか？いや、効くと思う。わからない。でも効くかもしれない。なんたってシンダル族のお宝なんですから。そうそうそう。お宝よ。ヒルダ、薬だよ。これを飲んで元気になってくれよ。お願いだよ、ヒルダ。一番大切なものに気がついたか、アレックス。お母さん。うん。ヒルダ。あなた、ヒルダ、ヒルダ。あら、お帰りなさい、アレックス。無事に戻ったのね。よかった。お母さん。ヒルダ、すまない。どれどれ。わ、すごい効き目。もう大丈夫、すっかり熱は引いてるわ。ジョイは、ジョイはいつ帰ってくんの。ヒルダ、ごめんよ。お宝はやっぱりなかったよ。そう。でもまた探せばいいじゃない。でも。あら、残念ね。いつかはあなたが両手いっぱいに宝物を持って帰ってくるのを夢見てたのよ。ここであなたが無事に帰ってくるのを待っているのもそんなに悪くないもの。だけど、危ないことだけはしないでくださいね。ヒルダ、夢を応援してくれて、かつ、体のことも心配してくれてるんだ。すごい、ヒルダさん、いい嫁だよ。アレックス、羨ましいよ。ほらほら、泣かないの。中年男の涙は見苦しいわよ。それはちょっとやめて。ぐさっとくるわ。アレックスもかわいそうだ。すまない、探し回ったけど、医者は見つからなくって。あれ？ごめん、ジョイ、ありがとね。治ったみたいだね。ごめんね、ジョイ。でもよかったよかった、本当に。これでまた、何、両手、この民宿も復活できるね。本当にありがとうございました。いえいえ、本当にお世話になったんで。ヒルダさん、すっかり元気みたいですね。ええ、もうすっかり。これが通行証だ。返すのはいつでもいいよ。本当ありがとう。ずーっと持っておくね。じゃあ僕たちはこれで失礼します。いつでも泊まりに来てくださいね。あなたたちならいつ来てもお金はいりませんからね。本当？ありがとう。さあ行こう、キャップジョイ。これでミューズに入れるわよ。でも大丈夫かい？それ、アレックスさんのだろう。大丈夫、大丈夫。出発！何が大丈夫なんだ？ということでね、今回は終わっていこうかな。次回、ミューズ市へ GO したいと思います。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。